春日神社は、京都府相良郡南山城村にある神社。雨の小屋根の命と甘ねた力をの命を主催神と、する。祭神は次の通り。17世紀に、なんと春日社より、春日大臣を誕生し、名張川のあぜに建て祭ったとされているのが起源。現存する、最具闘争の谷より、元禄京法年間には、祭儀が行われていたとされている。 鉱山ダム建設のため、昭和42年に現在地に移転された。本殿は建築様式が、かすがりであり、南山城村の神社本殿は、ほとんどがその系統に属するとされている。南山城村の多くの神社がそうであるように、本殿の規模は小さい。1月14日に行われる祭事。境内に据えられた釜に、宮司が用意した小豆と、米。 約15センチメートルの作物の品種を墨書きした竹筒8本を入れて粥炊きする。炊き上がると、偶児が竹筒の中身を確認し、中に入っている粥の量を見て、本年の作物の豊作か強作かを占うもの。多く入っていれば、豊作と判断する。占いの判定は、上々、上、上下、中髪、中、中下、下の7区分。扱われる作物は、 稲の和瀬、中手、番頭、茶、大豆、小豆、干渉、ジャガイモである。この行事は、四中田飯とも称している。JR 関西方位線月ヶ瀬口駅より約4.5キロメートル、徒歩約60分。書籍、ありがとうございます。